今日は皆さんにマレーシアの映画を紹介するで。Yo, what's going on, 日本？リクエで。皆さん、映画は好きですか？私はかなり好きな方なんですよね。できれば週2回ぐらい見たいタイプなんですよ。というわけで今日は皆さんにね、プランっていうマレーシアの映画を紹介いたします。プランっていう言葉は、戻るまたは帰るっていう意味がありまして、まさにタイトル通りですね。一人の人が最愛の人の帰り、最愛の人の戻りを待つ映画でございまして、実話を基づいたラブストーリーでございます。自分の寿命が近づいたおばあちゃんが、自分の孫に、私がいなくなる前に、もう一度おじいちゃんと会いたいんです。おじいちゃんのことずっと待っていました。もしおじいちゃんがこの世から亡くなったとしたら、その証拠を見せてくれと、墓を見せてくれと自分の孫に依頼しましたと。そしてそのおばあちゃんが自分の孫におじいちゃんとの出会いを語り始めまして、フラッシュバック形式でストーリーが始まりました。おじいちゃんは漁師で、自分が獲った魚を市場で売りまして、そこでねおばあちゃんと出会って恋に落ちて、そしてその恋が発展してて2人が結婚しましたと。まあ結婚した後に2人は幸せに暮らしてて、でもなかなかね漁師だけで食っていけないということで、おじいちゃんが漁師から船で働く仕事、セーラーとして転職しました。まあセーラーになったっていうことで、世界のいろんな国にね飛び回って、そして行った国々にねハガキ、ポストカードをおばあちゃんに送るんですね、手紙として。で急にある日ね、そのポストカード泊まれるようになりました。そしておばあちゃんはね、年重ねてね、おばあちゃんになるまで、まあ、孫もできたぐらいでおじいちゃんのことを待ってたんやけど、なかなかおじいちゃんが帰ってこへんくて、それで自分の孫にもう一度おじいちゃんに会いたいから探してくれと依頼しまして、そしてその孫はね、そのおじいちゃんのことを探しに行くんですよ。果たしてその孫はね、おじいちゃんに出会えたのか、まあ、孫がいるっていうことで、おじいちゃんとおばあちゃんの間には子供がいるっていうことなんですよね。まあ子供が息子やねんけど、その息子もね自分の父に会えたんかな。それなりに息子にも謎があるっていうところがなかなか面白いんですね。この映画のプロットはね、まあ、設定は2つに分かれましてね、マレーシアの現代と、あとおじいちゃんおばあちゃんが若い頃ですね、世界第二次大戦の前ぐらいからの時代ですかね。まあそういう面ではね、昔のマレーシアと今のマレーシアも見れて、映像もそのなりに綺麗で、そして演技もね、演技臭いの演技じゃないっていうところはね、なかなかね、まあ見応えがある映画ですね。そしてマレーシアの映画やねんけど、主にマレー語で喋ってるんやねんけど、マレー語以外にもね、中国語だったり英語だったり、あと日本語もね飛び回ったりしてるので、そういうポイントでもこの映画の面白いポイントかなと私は思います。まあただのラブストーリーじゃなくてね、アドベンチャーだったりちょっと謎もあったりっていうところが、この映画のもう一つの面白いポイントかと私は思いますね。いやー、どうでしたか皆さん。ぜひ皆さんもね、マレーシアに興味があれば、または映画に興味があれば、一度ぐらいこの映画を見てみてください。この映画の予告編をね、下のリンクを貼っておきますので、一度その予告編を見てみてください。まあ、マレーシアではこの映画はね、映画館で上映してたんやけど、日本では、まあ、Google プレイとか iTunes とか Amazon プライムではなかったんやけど、 Netflix で見ることができるので、ぜひ Netflix を契約している方は見てみてください。まあ、Netflix を持っていない人だったら、 Netflix はね1ヶ月ぐらい無料のお試し期間があるので、まあ、そのお試し期間でこの映画を見てください。というわけで紹介はこの辺しときます。また会いましょう。以上、リキャッタレ、バイバイ。ちなみにこの動画は Netflix からのスポンサーではありません。